今回はテーブルを破損させず、いつまでも長持ちさせるための3つのポイントをご紹介します。テーブルを移動させるとき、片側だけを持ち上げて引きずったりしていませんか？引きずることで足の付け根部分に負荷がかかり、足折れの大きな原因となります。移動させるときは必ず持ち上げて運び、足を地面に引きずらないようにしましょう。掃除機をかける場合はあらかじめ別の場所に避けておくか、お一人の場合は片方ずつ持ち上げて掃除をするようにしましょう。天板に手をついて立ち上がると、足に天板の重みと何十キロもの荷重がかかります。足が太かったり直立しているものであれば問題ございませんが、足が横から見てハの字のものは引きずった時と同じように足の付け根に負荷がかかってしまいます。立ち上がる際には足に負担をかけないために、天板に体重をかけすぎないようにしましょう。足を固定する際はネジの締め具合に注意しましょう。ネジの締め具合は緩すぎてもきつすぎてもよくありません。ネジの締め付けが緩いとガタつきによって天板がぐらつきやすくなるため、上に乗っているものが倒れる危険性があります。逆に締め付けが強すぎると部材の割れにつながる恐れがあります。強く締めすぎないために緩み止めのスプリングワッシャーに注目しながら締めていきましょう。スプリングワッシャーの片方が浮いている状態から左右がぴったりと合った状態になれば、ちょうどいい具合にネジが締まっている状態です。いかがでしたでしょうか？使い方を間違えると天板を傷つけたり足が折れてしまう場合があります。少しだけ気をつけていただくことで、テーブルを破損させず長く使い続けることができます。ぜひ実践してみてくださいね。